皆さんこんにちは、藤井ジョシキです。第2回目の配信になりました。今回もご覧くださりどうもありがとうございます。今日はおすすめの本を紹介してみようと思ってこちらを持ってきました。これはジョセフ・レヴィーンという、もう100年くらい前になるのかな、アメリカで、ジュリアード音楽院でピアノを教えていた先生の書いたおすすめの本になります。この本、実は僕が学生時代に、授業で使っていた本なんですけれども、その後長く部屋のどっかにしまってまして、もうその存在さえほぼ忘れていました。で、実は大学でピアノ演奏法という授業を担当してるんですけど、どうしても授業の長さで持たない部分が出てきて、何か一緒に学生と本を読んでいきたいなと思った時に、部屋の隅からゴソゴソ出してくると出てきたのがこいつです。実はとっても薄いで、コンパクトでお値段もお安い。実は僕はこれを買った時、本体が700円で定価が721円ということは消費税が3% の時です。もうずいぶん昔です。の本が今でも1000円出してお釣りが来るという、きっとロングセラーなんですね。よく売れてる本なんだと思うんですけど、お値段だけがおすすめなわけでもなくて、中に書いてあることというのがとてもコンパクトにまとめられていて、まあ言ってもこれ実はほぼ100年ぐらい前の本なので、ちょっと時代がかった表現が出てきたりはするんですが、例えば、ピアニストだったら特にこういうのは気になるかな、アンプに関する話とかという、とても演奏する上では外せない内容が長ったらしくなく短くしっかりまとめられているというところで、読んで何度も読んでためになるというのが、どうして若い時気づかなかったんだろうと思ってしまう、本当にいい内容の本だと思うので、きっと、音楽書のところに行くと買えると思います。なくても注文すればすぐに届くような多分在庫がある本じゃないかなと思うので、ぜひ読んでみてください。僕もこの後また、授業のために読み返してみようと思います。以上、おすすめの本でした。では即興曲の第2番の演奏をどうぞお楽しみに。ありがとうございました。
ー。